こんにちるちる。商業 BL レビューサイトちるちるスタッフのポミコと明智光子です。よろしくお願いします。ということで、本日はスペシャルなゲストをお招きしております。はい、書店花です。よろしくお願いいたします。超ハイテンションパワーワードてんこ盛りの BL 漫画紹介でご存知だと思いますけど、 TikTok を中心に13万人超えのフォロワーを、はい、誇るチルチルが今一番気になっているフレーバー書店花さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。でいくつかファンの方からね、質問をね受け付けましたので、そちらをちょっと一つか二つぐらい読み上げさせていただこうと思います。はい、花さん自身の BL カップの癖などありますかっていうご質問が。そうすると、うんうん、やっぱちょっとね執着攻めみたいな感じ、むっちゃ好きなんですよ。ちょっとこう、なんだろうな、なんかちょっとこう、子供の頃から実はずっと好きで、ちょっと大人になってからも、ちょっとあれやな、長い重ねてきた感情が大人になって大爆発みたいな。なんと、今年の10月に行われる BL ソムリエ検定に、うん、書店花さんの参加が決定いたしました。おはようございます。変態的な問題でなぜか毎年1% 未満の合格率を叩き出すっていう、いつもね、あの熱量の高い動画を出していらっしゃる花さんなら合格できますよね。チルチルでもあの有名 TikToker が参戦ということで、ね、はい、リリースされておりますので、ぜひそちらの記事も確認していただけたらなと思います。はい、お願いします。はい、今日は前哨戦商業 BL の知識を問う BL クイズとソムリエとしての説得力を競う壁討論の2番勝負で、私たち BL ソムリエに挑戦する資質を競っていきたいと思います。イエイ第1ラウンドはこちらですね。書店員花さんに挑む BL 知識クイズ対決。イエイ。では早速1問目。今年2巻が発売されて BL アワード2023次に来る部門1位。お、来た。あ、やばい、タイトルが出た。ちょっと待って。3、2、1。出ない出ない。はい、どうぞ。ポンコさん、この手を離さない。次回は竹本咲先生せーの、この手を離さないで、でした。めちゃくちゃ2巻なの、浴衣の表紙、ね、めちゃくちゃ出てたのにリンゴも立つでもなかった。普段からたくさん読んでらっしゃいますからね。渋滞するのかも、こういう時に。あれ、どう、あってなりますよね。いやいや、ここはあのモサたちと戦いで、ところちょっと緊張感が頂上決戦という。はい、皆さん、これ視聴者の皆さんにも挑戦していただきたいと思います。受けの濡れそぼった平井、平井挑戦していただければと思うんですけど。平井どういうこと、ちょ意味とかって。あ、意味はですね、そのまま受けの、後ろの穴の方の意味と。せーので行きますか。あ、待って、今戻した、もういいよ。お二人とも行ってください。せーの、どん。こういう感じ。そう、つぼみって書きたかった。つぼみが分かんなくて。はい、ということで正解発表したいと思います。こちらにありますので、正解は、そう、はい、ということで花さん正解ですよね。花さん正解。降りてきました。降りてきました。ありましたね、降りてきた瞬間が確実に。じゃあ第2ラウンドはこちらです。デレン。はい、BL 壁討論対決。イエーイ。はい、ということでね、テーマはこちらになります。はい、推し活のあれは結ばれてから発か体からの関係かということで、はい、こちらポミコさんか。はい、私結ばれてから初絵派を。初絵派。よーい、スタート。はい、結ばれてから初絵と申しましても、それまで何もないわけじゃないんですよね。このぐらいまであるんですよ。だからチューしてるとか触り合いっこまでしてたとか、うんうん、危ない雰囲気になったけど、いや大事にしたいからまだ待とうとか、俺たちの関係って何だったっけとか言い出す、でこじれちゃって、なんかまだそういうこともないままお互いこじらせてる期間を挟みつつ、やっとつながり、心がつながった、そしてベッドにイン。おー、負けちゃうかもしれない。いやよし、じゃあ高校体からの関係派1分よーいスタート。というわけで、自分はちょっと体からの関係派なんですけど、やっぱさっきの純愛みたいなやつ、いや、いいんですよ、純愛みたいな感じもいいんですけど、やっぱちょっと不純な感じが欲しいんですよね。だからちょっとこう酔った勢いでとか、特にちょっと陰キャな感じの子が、あの酔った勢いでわーってちょっとこう攻めちゃって、で朝チューンした時にやっちまったーみたいな、いや、この瞬間めちゃくちゃ好きなんですよ。なんてことをやってしまったんだみたいな。なるほど。だけどちょっとまんざらじゃない受けの子みたいな。
ということで推しカプは体からの関係が 68%、 生まれてから初エーファーが 31% ということで、やばい、乗っ取られるチャンネルが、やばい、テレテレ TV じゃなくて、ちょっとエーファーの TV だ、やばい、乗っ取られますね、これ。待て。ということで、結果発表、参ります。優勝したのは、サテイン花さんです。皆さん、ありがとう。やばい、みんな。ちょっと、おめでとうございます。いや、でも、いい勝負だったじゃないですかね。いや、楽しかったですね。いい、もう、ありがとうございます。白熱しました。はい。ということで、勝者の書店員花さんにはですね、商品として、1分間の人生 BL プレゼンタイムを、ちょっと、お願いしたいと思います。はい、というわけでね、心中するまで待っててね、はい、これはもうでも読む人はめちゃくちゃ選ぶと思うんですよ読んだ後にもうめちゃくちゃ良かった、もうこのラストは本当にもう見たことないような、もう人生で一番最高の作品って思うか、もう二度と見たくないみたいな、もうきついみたいな、いやもうちょっともう2回目読むのはちょっときついわみたいな、もう多分もう賛否両論というか、もうめっちゃいいか、うん、うーみたいな、辛すぎる、そんなね作品になるんじゃないかなっていう、もうメリバの最高峰、おっと、メリバの最高峰だと思って、手応えどうでしたか今回、あの勝者ということで。そうですね、もう本当に白氷の勝利というかもっと難しいですもんね、そうです、本番の試験って。そうです、そうです、これ今回だからかなり優しくしてくれてる感じが、頑張りました、出題範囲も相当広いし、普通のね BL ソムリエだとこう共通テストみたいな感じで 1,2,3,4 って選ぶやつがあって、もう本当に分かんなかったら鉛筆転がすみたいなガチ入試みたいな、そうそうそう、もうそのぐらい結構難しいんでね、ちょっとお二人にはぜひ頑張っていただいて、楽しみ、頑張りましょう、頑張りましょう、頑張ってね、はい、はい、花さんからお知らせなどあればぜひお願いしたいんですけど、ございます、はい、これちょっと今後ろにも映ってるんですけど、ちょっと私働いてるですね、いや俺マジの書店員なんですけどそうなんです、未来屋書店っていうところで、全国じゃないんですけど100店舗ぐらいのお店で、9月からこの書店員花が布教するディープなBLの世界っていう、そういうコーナーが出来上がってまして、あ、うん、棚がある、棚があるんですよ、もう一つ棚作ってもらって、いや豪華、だいたい200冊ぐらい選びます。おー、すごい。もう今、まあ、ちょっと今ちょっと動画で紹介したようなやつとかがちょっとこう何種類かあって、うん、あとはちょっとこうジャンル別に、まあ今人気の作家さんでね、うん、あの中先生とかモンスター先生とか、まあ集めたまあ超定番のもうすぐもう超今人気のシリーズだよっていうところから、さっきのちょっと執着ゼミみたいなやつとか、まあミリバーとかね、ちょっともう俺の趣味がもうガチガチのところとか、やったー。そういうのがもうわーっと並んでるのが。今ね、一応未来書店がね200店舗ちょっとぐらいあるんですけど、半分ぐらいのお店、ちょっと大きいお店、まあ、イオンモールとかね入ってるようなところちょっと中心なんですけど、やらせていただいておりまして、ぜひこの土日もしお近くに未来書店あればちょっと立ち寄っていただけたら、絶対行きます、嬉しいです、ちょっとなかったらごめんなさいなんですけどでもね、そう、布教するの、そう、布教するっていうことで、みんなにちょっと布教したいやつを選んだんで、お、楽しみです、嬉しい、最後に、はい、来月10月8日にですね、ウェブ上で行われる、第5回 BL ソムリエ検定についてもう一度お知らせしたいと思います、はいはい、今年も昨年と同じく商業 BL 漫画、実写、アニメのや映像作品、小説、イニシエの作品、ドラマ CD などなどですね、幅広いあの範囲から出題が決まっております。でさらに今年はですね、本日クイズとしてもあの出題させていただいた漢字問題、あの新たに追加されて、あのいろんな角度から BL に関する知識を試せる試験になっているのではないかと思います、うん、はい、はい、ということでね、画像でも今出てると思うんですけれども、うん、今年の実施日程は10月8日ということでね、今日が9月8日だからちょうど1ヶ月後かの夜21時ということで9時からですね、はい、だからまあ働いてる方でも比較的やりやすいかなっていう感じになっております。公式サイト上で、はい、行われます、うん、はい、詳しい概要はさっきね最初の方に出したんですけれども、リリースされた BL ソムリエ検定概要記事というのがありますので、ぜひそちらをご覧になっていただければなと思います、はい、無料なんです。ウェブサイトでお集まりいただけたらなって思います、はい、ということでここまでね、書店員花さんとソムリエ対決前哨戦チルライブをお届けしました。で、まあ、今後もね、あのいろいろなコラボを、まあ、予定をしております。お願いしますって感じなので、はい、お願いしますって感じなので、はい、チルチルの公式の TikTok だったり、あとは書店員花さんの、ね、TikTok もぜひぜひチェックしていただければなと思います、はい、
はい、ということでじゃあもうお別れの挨拶になっちゃうんですけども、はい、皆さんありがとうございます、はい、それじゃあお別れの挨拶いきます。せーの、バイチルバイチルです。バイチルだ。もう一回やります、もう一回やります。ごめんなさい、バイチルで俺も頭の中に合わせてポーンと乗っちゃったんで、もう一回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 、じゃあお別れの挨拶いきます。バイチル、あ、バイチル、バイチル、バイチル、いきます。せーの、バイチル、ありがとうございます。ありがとうございました。